はい、湘南の慢性腰痛専門整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、慢性腰痛改善のためのヒントだったりアイデアをですね、慢性腰痛改善でお悩みのあなたにですね、お伝えできればと思います。はい、本日はですね、前回の動画の続きですね。前回の動画では腰痛にコルセットは有効かというお話をさせていただいて、有効な場合と有効じゃない場合がありますよというお話をさせていただきました。詳しくはですね、前回の動画ご覧いただきたいんですけども、今日はですね、じゃあコルセットの付け方っていうお話をしたいんですね。コルセットの付け方、コルセットには正しい付け方があります。で、間違った付け方をしてしまうと逆効果になってしまうんですね。逆効果になってしまいます。で、そこで、正しい付け方と間違った付け方っていうのをお伝えできればと思います。まずですね、こう間違いがちの間違った付け方っていうのをですね、お伝えするんですけども、コルセット、うちで扱ってるコルセット、こういうのと扱ってるんですけども、このですね、コルセットの付け方で間違ってるのは、まずはですね、立った状態でつけることが間違ってるんですね。結構これ多いんですよ、立った状態でつける方。ちょっと角度変えますね。立った状態でつける、要はこういう状態で、こうした状態でですね、こうぐーっとこんな感じでつける、こんな感じでつける。裏表反対です。こんな感じでですね、こうやってぐーっとつける。で、ぐーっとつける。こういう風につける方、これですね、間違っています。間違っています。なぜかというと、こうやってつけるとですね、腰が反ってしまうんですね。反ってしまう。反ってしまうと、腰の背骨がですね、背骨がぶつかっちゃうような角度になっちゃうんですね。背骨がぶつかっちゃうような角度になる。で、骨盤が前に倒れちゃうんですよ。前に倒れちゃうことによって、腰痛になりやすい姿勢になってしまうんですね。なので、腰痛になりやすい姿勢で固定しても意味がないじゃないですか。なので、腰痛がなりづらい姿勢、要は傷口が閉じた状態で固定してくださいねって私、前回の動画でお伝えしたと思うんですけども、腰痛になりづらい姿勢で固定することが大事なんです。なので、立った状態でつけようとすると、どうしてもですね、この状態でこうしちゃうんで、どうしても骨盤が前に倒れちゃうんですね。はい、なので、立った状態ではつけないでください。はい、じゃあ、どうすればいいかというと、寝た状態でつけるんですよ。寝た状態でつける。で、具体的なつけ方なんですけども、寝た状態で、コルセットありますよね。寝た状態でですね、下に敷きます。で、位置を正してあげて、はい、で、この状態で膝を必ず曲げてください。膝を必ず曲げる。膝を伸ばした状態にすると骨盤また前に倒れやすくなります。前になりやすくなりますから、膝を曲げると骨盤がこうまっすぐになるんですね。まっすぐになる。骨盤がまっすぐになった状態でコルセットをつけてほしいんですね。なので、まず膝を必ず曲げていただいて、で、ここでつけるんですけども、コツとしては、息を吐く、息をふーっとふーっと吐きます。で、頭を上げなくていいですよ。ふーっと吐くとお腹がぐーっとへこんでいきますよね。ふーっとへこんでいったら、骨盤がさらにぐーっと立ってくるんですね。立った状態、ふーっと吐いてつける。で、もう一回、もう一段階、ふーふーっと吐いてつける。こういう感じです。で、起き上がる時もこうやって起き上がる。こんな感じです。はい、で、今寝た状態だと見づらかったかもしれないので、座った状態では実際つけないですよ。実際つけないですけども、どんなことが起きてるかっていうと、ふーっと息を吐いてつける。で、またふーっと息を吐いて、ふーっと息を吐いてつける。こんなような感じです。そうすると骨盤がしっかり立った状態でつけることができるんですね。はい。要は何を言いたいかっていうと、骨盤が前に倒れている状態でつけると悪い状態で固定してしまうんですよ。悪い状態で固定してしまいます。なので骨盤がちゃんと立った状態。立った状態で背骨のですね、一番動きやすい状態をですね、詰まったような状態とかねじれたような状態でつけちゃうと、それで痛い姿勢で固定しちゃうと意味がないですよね。傷口がちゃんと閉じた状態で、痛くない状態で固定した方がいいですから、
寝た状態、必ず寝た状態で膝を曲げて息をふーっと吐きながらつける。でこれもふーっと吐いてつけるというふうにしていただくと、コルセットのですね、正しいつけ方になります。はい、ぜひですね、コルセットつけられる方はですね、参考にしていただければと思います。ただですね、やっぱりコルセットっていうのは使っていい場合、まあ、使ってはですね、逆効果の場合と使った方がいい場合っていうのが分かれますから、しっかり前回の動画ですね、ご覧になっていない方はご覧になっていただければと思います。はい、本日はですね、コルセットの正しいつけ方っていうお話をさせていただきましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、もしですね、ご質問等あれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひご質問ください。また次回以降もですね、慢性腰痛改善のためのヒントだったりアイデアお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。